中国は米の圧力に対抗へ、欧州に外交攻勢、もし虎の睨み取り込み狙う。米国がアジア太平洋地域で日本などと連携して対中包囲網の強化、拡大を図ろうとしていると警戒する中国は、圧力に対抗するため欧州各国との関係強化に動いている。11月の米大統領選でトランプ前大統領が返り咲けば、米欧関係に亀裂が生じる可能性も計算に入れているとみられる。包囲網から切り離そうと躍起。中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は11日、日米首脳会談に関して、米国は世界の覇権を守るために中国を抑え込む意図をますます隠そうとしなくなっていると指摘した。政府系シンクタンク、中国社会科学院の米国問題専門家である劉翔氏は同紙に、米国が中国を孤立させるために日本を強制的に束縛し、さらにはアジア太平洋地域の多くの国までも束縛しようとしているとの見方を示した。米主導の対中包囲網が北大西洋条約機構、NATO のような強固な同盟システムにつながりかねないと中国は懸念。ロシアやグローバルハウスといった親密な国々との関係固めに加え、欧州各国を包囲網から切り離そうと躍起だ。習近平国家主席は14から16日に訪中するドイツのショルツ首相と会談し、習氏自身も今年初の外遊として今春にフランスを訪れる見通しが伝わっている。トランプ司祭当番なら米欧関係は、3月にはオランダのルッテ首相が訪中し、会談で習氏はデカップリングに活路はないと述べるとともに、欧州を多極化、世界の重要な一極、協力のパートナーと見ていると呼びかけた。香港英字紙、サウスチャイナモーニングポストが3月に掲載した米国の研究者の論評は、米中関係の負の連鎖は現在ある程度止まっているが、中国側は表面的な関与以上の米国との建設的な関係は維持できないと確信しているようだと指摘。欧州との関係が二極化する世界でグローバルパートナーを探す中国にとって極めて重要だと分析した。北京の外交筋はトランプ氏の再登板となれば、米欧関係が不安定になる可能性も見越し、中国は欧州との関係再構築を急いでいるとみる。むしろ米国を国際的に孤立させることも視野に外交攻勢をかけているとの見方もある。AI 習近平への布石？中国訴訟解決アプリの武器に、人民が相互監視し裁く暗黒の空境経験がデジタルで復活。中国で2つの訴訟解決アプリが公開された。中国当局はこれをデジタル空境経験と持ち上げている。空境経験とは、毛沢東時代に人民同士によって反動分子を監視、監督、思想改造した経験で、後に人民動員による権力闘争である文化大革命で反復された。習近平国家主席はこの頃、新時代の空境経験を盛んに打ち出している。だが、これが具体的にどのようなものかはよくわかっていない。一つの想定として、AI やデジタル技術を使った人民同士の監視、監督、思想改造システムの可能性がある。最終的には、習近平思想を反映した AI による人民コントロールを目指しているのではないか。福島香織、ジャーナリスト。文化大革命は毛沢東の死で終わったが、4月9日に2つの
訴訟解決アプリが中国でローンチされた。中国メディアがこれをデジタル風評経験の使命を追うものとポジティブに報じている。風評経験とは、1960年代初期に浙江省商工市に近い風京鎮で行われた人民による四類分子監督改造の経験だ。四類とは、地主、富豪、反革命分子、悪質分子を指し、これらを監視、監督、改造する役割を、警察や司法ではなく、人民が行うやり方を、毛沢東が称賛。その後の文化大革命では、より大規模に徹底して、これが応用されたことで知られる。まともな中国知識人によれば、風京経験は、文革と同様に、共産党史の汚点、ゴミの経験だ。しかし習近平は、2013年、18年、23年の11月、つまり、風京経験50周年、55周年、60周年に合わせて、新時代の風京経験を宣伝し始め、その声は、年々大きくなっていった。今年に至っては、全人代の首相による政府活動報告の中で、新時代の風評経験を堅持、発展させようと打ち出している。こうした政治キャンペーンを受けて、風評鎮にある風評経験陳列館は、今や大勢の人民が団体バスで乗りつけてくる名所となっているそうだ。だが、新時代の風京経験とは、一体どういったものなのか。それが、現代社会にどういう風に蘇るのか。今一つイメージが湧いていない人も多いのではないか。この訴訟解決アプリの詳細を見れば、それが少しわかるかもしれない。習近平が、朝廷アプリで目指す、おぞましい世界。この二つのアプリは、承諾打言。約束の履行と直問代立し、大弁護士に直接質問という、同時に北京でローンチされた。目的は人民同士の矛盾、争いを止め、解決、和解させるための効果を狙った朝廷アプリで、我が国の社会調和安定の大局を確固たるものにするために貢献するパワーという、二つのアプリのチーフアーキテクトを担う張文心によれば、それぞれの概要は次のようなものだ。承諾打言は、内モンゴルバーチャルデジタルテクノロジー有限公司が投資開発した。内モンゴルデジタル信用サービスセンター、中国工業インターネット研究院が提供した、ブロックチェーン技術を使った訴訟原因や判例のデジタルプラットフォームである。このアプリを通じて、個人や法人、組織は、約束や契約の相手に対して、発言内容にコミットさせ、約束の履行を促すことができるという。個人や法人、組織の行動履歴や行為、習慣などを信用情報としてインプットし、約束、契約履行データベースを構築。約束や、契約が履行されているかを管理し、履行されていない場合は、監督や警告、訓戒などが自動的に発信される。それにより、対象者が自覚的に約束を履行するように導き、言ったことを必ず守らせるようにするという。このアプリは、1、信用に関する研究調査と、デジタル技術の結合。2、生産、生活、社交など、あらゆるプロセスに対応可能。3、デジタルセキュリティとプライバシー保護の決定という3つの特徴を兼ね備えているという。日米非共同声明の要旨。日米非首脳の共同文書。共同ビジョンステートメントの要旨は次の通り。総論。1、日米非は自由。民主主義、人権の尊重、法の支配という基本的価値、自由で開かれたインド太平洋と国際法に基づく
国際秩序というビジョンを共有。1、太平洋諸国を支持。日米豪印のクワッド、オーカス、日米間の枠組みを歓迎。経済、1、経済的威圧に強く反対し、対応で緊密に連携。ルールに基づく経済秩序の重要性を強調。1、マニラなど、要衝を結ぶ、ルソン経済回廊を立ち上げ、投資を加速。1、初の日米非サイバー、デジタル対話開催。1、半導体サプライチェーンを確保。フィリピンの人材育成に、日米が協力。1、フィリピンでの再生可能エネルギー導入。民生用原子力計画で協力。1、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化へ協力。海洋安全保障。1、国際法に、整合的な形で、排他的経済水域における、国家の主権権利を尊重する重要性を強調。1、南シナ海における、中国の危険かつ、攻撃的な行動に、深刻な懸念。埋め立て地形の軍事化、不法な海上権益に関する主張を懸念。海上保安機関、海上民兵船舶の危険で、威圧的な使用と他国の海洋資源開発を妨害する試みに断固反対。1、中国によるフィリピン船妨害に深刻な懸念。セカンドトーマス礁をフィリピンの排他的経済水域内と決定した2016年の仲裁判断の遵守を要求。1、東シナ海の状況に深刻な懸念。尖閣諸島に対する日本の長く平穏な姿勢を損なおうとする行為を含め、中国による力または威圧による一方的な現状変更の試みに強い反対。1、台湾海峡の平和と安定の重要性を確認。1、日米非の海上保安機関が今後1年以内にインド太平洋で合同訓練を実施、日米非海洋協議を立ち上げ、北朝鮮、1、拉致問題の即時解決を含む人道懸念に対処する重要性を強調。